こんにちは。こんにちは。本日講師を務めさせていただきます、私金森と大口と申します。特にですね、顔のスマス筋膜と呼ばれるものをアプローチすることによって効果の高い口角矯正ができるようになっております。スマス筋膜と呼ばれるものをいじって調整しますよというのが GP 口角整体になります。お顔に触れる際はですね、この設置する面が全体が同じこう力加減になるように均等に触れるようにしていきます。筋膜を捉えまして最大限引き上げます。で、引き上げ切ったら圧を加えていきます。それこそ体全体を整えることによってですね、この小顔効果をさらに高めることができるというふうに思っております。